はい、こんにちは、k 典です。今回は筆めバージョン32を使用して、他のソフトで作成した住所録、3種類の異なる拡張子別に取り込み方法を解説していきます。では早速ですけど、先にその3種類の拡張子について説明します。こちらエクスプローラー開いて、D ドライブを開いて、この中にですね、 住所録はい、こちら見てもらってですね、大きくします。こちらですね、今、Excel のアイコンになってます。住所録01、拡張子 CSV になってます。1つ目として、拡張子が CSV。その次ですね、同じく Excel のアイコンになってるんですけど、住所録02。拡張子は XL、SX になってます。 Excel で作成した重視録はい、こちら3番目ですね。筆を03になってますけど、コンタクトフォーマットっていう形式で出力した重視録になります。その拡張子が XML になります。はい、今回はこのように3つの異なる拡張子別に取り込み方法を解説していきます。はい、操作を始める前に、初心者向けに1つポイントを解説しておきます。 こちらの住所録ファイルを開きます。はい、こちらの画面を見てもらって1行目にですね氏名郵便番号住所録っていう項目名を入れてます住所録を作成する際にこの1行目にですね項目名を入れる場合と入れない場合があるかと思います今回は1行目に項目名を入れて作成した住所録になりますこのですね1行目のですね項目名について 年賀状ソフトで取り込む際の設定をですね正しい設定をしないと正常に取り込めないってことになります1行目にですねこのように項目名が入っているのか入ってないか確認しておく必要があるかと思いますはい、ではですね筆まめバージョン32を起動していきますではですね先ほどのこちらの画面こちらの住所録 01csv この住所録を最初に取り込んでいきます この画面上の左下、他形式の住所録を開く、こちらをクリックすると。今回であれば下のですね、他の形式、こちらをクリックすると。そうすると、こういった画面が表示されて、大きくします。この画面の中にですね、右から2つ目、ここに CSV って書いてあります。今回であれば、拡張紙が CSV なので、それに合ったものを選択すると。 なので、この区切り文字形式ファイル、こちらをクリックしていきます。こちらをクリックすると。そうすると、保存場所が表示されるので、自分で適切な場所を指定すると。今回であれば、D ドライブの、こちらの住所録フォルダ、これをクリックすると。そうすると、このようにですね、CSV ファイルが表示されると。このファイルを選択して、開くをクリックと。そうすると、このような画面が表示されます。ここでですね、 最初に説明したポイントですね。Excel で作った住所録ファイルですね。最初の1行目にですね、項目名を入れている場合、右側に最初の1件を除外するってあります。この部分にチェックを入れてあげます。この部分にチェックを入れることによって、正常な件数で取り込むことができます。でこの左の方を見てもらうと、筆まめの項目って書いてあって、 で氏名のところが氏名になっているとこの割り付けっていうのがエクセルの住所録ファイルの氏名の部分になります。なので氏名と氏名で合ってるのでこのように名前が表示されていると。次にずっと下げていって郵便番号郵便番号と郵便番号で合ってるので郵便番号が表示されると。住所1と住所が合ってるので住所が表示されていると。 はい、このようにですね、正常に確認できたらですね、右下の次へをクリックすると。で、次の画面ですね、こちらの画面、こちらも大きくします。この上のですね、読み込み時に行う処理、これについてはですね、そのまま規定値のままが一番良いかと思います。では、その次ですね、下の継承データ。今回のような場合はですね、標準にチェックを入れた状態で取り込めば良いかと思います。一番最初に、 Excel のデータを確認したと思うんですけど、継承に関しては作成していません。そういった場合ですね、標準で取り込むとですね、自動で継承をつけてくれます。それに対して、Excel データで既に継承をつけている場合ですね、こちらのデータそのものを取り込む、こちらを選択して取り込めばですね、Excel の住所力で作成した継承をですね、そのまま取り込むことができるかと思います。 では今回こちらの標準データとして取り込む。こちらにチェックを入れて、開始をクリックすると。はい、そうするとですね、このように取り込むことができたと。こちら一覧表で確認できる方もいます。1番から20番、20名分の住所録を取り込んだと。名前があって、郵便番号があって、住所があると。正しく取り込まれていると。で、こちらの画面見てもらうと、 次をククリックすると、このようにですね、名前と住所が変わっているのが確認できるかと思います。で、さらに継承についてもですね、こちら、様になってます。自動で様っていう継承がつけられています。まあ、必要であればですね、変更することもできます。このようにですね、正常に Excel の住所録を取り込むことができたと。今度は、筆まめの形式で保存しておくと。どうするかっていうと、この状態で、 この画面上のカードのところですね、見てもらって、ここにですね、保存っていうボタンがあります。こちらの保存のボタンをクリックするのが簡単かと思います。こちらですね、保存をクリックします。そうすると、名前をつけて保存って出るんで、この部分ですね、自分で分かりやすい名前にすると。はい、今回であれば、テスト01にしておきます。この状態にして保存をクリックすると。そうすると、保存することができたと。 では一回この画面閉じます。で、オープニングをもう一回出します。はい。ではですね、正しく保存できたのか、この画面から保存した住所録を開く、こちらをクリックすると。そうするとですね、今保存したテスト 01FWA というのがあります。こちらを選択して開くをクリックすると。そうすると正しく表示されたと。はい。これが一つ目の CSV ファイルの取り込み方法になります。 この画面消しておきますはいではその次ですね今度はこちらの重視録02拡張子が XLSX こちらを取り込んでいきます今回もこちらのですね左下の多形式の重視録を開くこちらをクリックするとならまたこの画面が表示されて今回も下の他の形式こちらをクリックすると そうすると、この画面が表示されて、大きくします。今度は、Excel ファイルなので、拡張子のところを確認すると。そうすると、この右側に、XLSB、XLSX、XLSM ってあります。今回であれば、拡張子が XLSX なので、この右側の Microsoft Excel 形式、こちらを選択すると。今回はこちらの右側をクリックすると。 そうするとまた指定場所が出るんで適切な場所を指定してあげると。そうすると拡張子 XLSX が表示されると。これを選択して開くをクリックすると。これも先ほどと一緒で今回作成した重所録ファイルですね。1行目に項目名が入っています。なのでこの場合はですね、右側の最初の1件の除外こちらにチェックを入れると。 こちらですね、氏名と氏名であっていると。ずっと下げていって、郵便番号と郵便番号であっていると。住所と住所であっていると。これで問題ないので、そのまま次へをクリックすると。次へをクリックします。ならまたこの画面表示されるんで、これもですね、さっきと同じ説明になるんで省きます。そのまま開始をクリックすると。はい、そうするとですね、XL、SX もこのようにですね、 正常に取り込むことと。ができたとこちらの住所録もですね、取り込むことができたんであれば保存しておくと。この画面のカードの保存のところをクリックすると。まあ、この保存以外にもですね、こちらのファイルから名前を付けて保存、どちらでも OK です。こちらの保存をクリックします。今度はテスト02にしておきます。はい、このようにですね、テスト02にして保存をクリックすると。ただ、これで保存できたと。 一度ですね、この画面閉じておきます。はい、この画面上でもう一度確認します。保存した住所録を開く。これをクリックすると。はい、そうするとですね、今保存したテスト0に FWA があります。こちらを選択して開くをクリックすると。はい、そうするとですね、筆豆の住所録として正常に開くことができたと。はい、ではですね、確認できたんで閉じておきます。はい、では次にですね、最後ですね、3番目。 こちらの筆をを拡張し XML、ここちちらら取り込んでいきます。こちらもですね先ほどと同じで多形式の住所録を開くそうするとこの画面が表示されてこれも下のですね他の形式こちらをクリックするとそうすると先ほどと同じ画面が開くと大きくします この画面の中を見てもらうと、拡張子 XML っていうのが見当たりません。こういった場合ですね、下に下げていくと、その他の形式っていうのがあります。こちらをクリックします。なら次の画面が開いて、この画面を見てもらうとですね、左側の上から2つ目、ここにですね、XML っていうのがあります。今回はこちらをクリックしていくと。ではこちらをクリックします。 なら、また場所指定が出るんで、適切な場所を指定すると。はい、そうするとですね、適切な場所を開くとですね、このように拡張し、XML があります。こちらを選択して開くをクリックすると。はい、そうするとですね、今度はですね、いきなりこの画面が表示されます。最初の1番目、2番目の住所録を読み込んだときは、この画面ではなく、この一歩手前の画面が表示されたかと思います。 これがコンタクト XML の特徴で、この画面の一歩手前の画面の設定をする必要がありません。その分操作が楽ってことになります。この画面についてなんですけど、コンタクト XML の場合は、この画面についてはですね、規定値のまま何も設定せずにそのまま開始をクリックします。はい、そうするとですね、正常に取り込むことができたと。 で、今回、筆をで作成した拡張紙 XML になってます。で、筆をの方ですね、10件のみ制作しているんで、このように10件のみ表示されてます。はい、このようにですね、取り込むことができたら、筆めの形式で保存すると。こちらのカードのところの保存、こちらをクリックすると。そうすると、名前をつけて保存って出るんで、名前をつけてあげると。はい、今回はテスト03にしておきます。 できたら保存をククリックすると。はい、これでですね、正常に保存できた方もいます。こちらの画面一回閉じます。で、先ほどと一緒で保存した住所録を開くと。そうすると、この画面ですね、テスト03拡張し、FWA になってます。選択して開くをクリックすると。はい、そうすると、筆まめの形式で正常に開くことができたと。 はい、今回の筆豆バージョン32の解説は以上になります。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。